さて時刻は10時10分になるところです。代わってこの時間は今日の金先物情報をお伝えいたします。朝10時に大阪取引所が発表した今日の金の先物指数はマイナスです。113円安の 12,945円、マイナスの 0.86% に当たります。では今週も日産証券名古屋支店長小林武さんに伺います。小林さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうでしょう、はい、今日は金はどういう展開を示しているでしょうか。はい、本日の OSE 中心現月の10月入りの金価格は為替が155円70銭前後で円安に推移していますが、まあ、海外安を受けて10時現在では現実比113円安の 12,945 円で、まあ、下落して推移しています。また昨晩のニューヨーク金価格については10月切りのアメリカの消費者物価指数は前年比 2.6% 上昇し市場予測通りの着地となったことで、まあ、アメリカの12月の FOMC で利下げの確率は6割から8割まで上昇し10年ものの国債利回りは CPI 直後に下がったもののその後はじりじりと上昇し一時 4.46% と7月以来の高水準をつけ、まあ、その結果ニューヨークの金価格の中心現月の12月期は2ヶ月ぶりの安値となり前日比19ドル80セント安の2586ドル50セントで4日続落して終えました。市場ではリスク資産への資金流入が活発化しトランプ氏が公約に掲げる規制緩和や減税措置により堅調なアメリカ経済を維持するとの見方から株式や暗号資産の投資が増加しまた関税強化を睨んだ金利の上昇がドル買いを支援しドル建ての金価格は弱材料として受け止められて2600ドル割れと高値から200ドル以上下落して推移しているのが状況です。注目材料としては本日の生産者物価指数や新規失業保険申請件数の発表が控えておりますしまたパウエル FRB 議長の講演内容に注目されています。株高ドル高金利上昇により大幅な調整安となりましたが国内金価格についても市場最高値から2週間ですでに900円以上大幅に値下がりしておりドル建ての2600ドル割れも国内の1万3000円割れも2値の目安として値固めをしていると考えられますのでここからは買い方針として対処したいと考えています。以上本日の金額の動向をお伝えしました。はい、小林さん今朝もどうもありがとうございました。日産証券名古屋支店長小林武さんのお話でした。